劉氷懸案13年8月は、中国五漢末期の政治家、儒学者、字は継承。遠州三洋軍、高平県の人。全漢の経帝の四男の炉や寿司を、劉は丸の六尾の育高を流京の子孫。五漢の統制力が衰えた後に、慶州に拡挙した。劉氷は若い頃、太子学で儒学を勉強しており、崇高な聖望を得た。の金において、 劉氷は、清流派の陶人の中で、八を呼びと称されており、旧平成5年に、霊帝からの追及を受ける身となった、朝剣の逃亡を助けた際、自らも追われる身となった。黄金の乱により、東湖の金が解除された、中平元年に、大将軍の南進に招かれ、後に、北軍中高に転任した。霊帝死後に創直によって、京州市し、王明の公認に任じられ、 劉氷は認知に向かった。しかし、上皇南岸は土豪が拡挙していたため、周知である漢字に赴かず北部の議場に入り、細胞、開越、よらと測って、不穏分子を鎮圧し、慶州北部を支配下に収めることに成功した。初平成元年、各地で半島宅の義兵が挙げられると、劉氷もこれに加わった。初平成三年、 炎術の意を受けた孫権が慶州に侵入した。劉氷は酵祖に命じて、これを防ぎ、炎将と同盟して対抗した。酵祖は苦戦したが孫権を打ち取り、慶州を守り抜いた。初男政四年、李覚らが実権を掌握する朝廷から、劉氷は仮武士、陳南将軍、慶州牧に任じられ、また西武港に封じられた。同年、炎術と曹操が争うと、 演術の領土を立ち、演唱と協調関係にあった曹操を支援した。長彩が食料を不足により慶州の上場を攻撃したが、流れ屋に当たって死んだ。劉氷は、長彩は困窮したから、慶州に来たのに、私が礼を尽くさなかったから、戦争をすることになってしまった。これは、私の本意ではないと言い、旧長彩軍を受け入れた。 旧朝西軍はこの言葉を聞いて、劉氷に服従した。その後、曹操と炎紹は敵対するようになる。劉氷は引き続き、炎紹に組みして、旧朝西軍の蝶縫と同盟を結び、曹操と戦った。懸案三年、曹操が蝶縫の駐屯する条件を行為した。劉氷は援軍を送って、曹操軍の背後を脅かすと、蝶縫と共に攻撃しこれを破った。 しかし敗走する曹操を追撃する際、伏兵にかかって、両軍とも敗れた。懸案4年11月、長類は軍勢を引き連れて、曹操に降伏した。懸案5年、菅渡氏の戦いに際して劉氷は炎章から、救援を要請された。これに先立って、調査大使の朝鮮が、菅会の提案に従い、長江、将江一帯の住民を先導して、劉氷に背いていた。 劉氷は、朝鮮を撃つべく自ら出征しており、結局炎章に援軍を送らなかった。藩高氏、劉崎、海越らは、炎章ではなく、早々に味方するよう劉氷へ進言したが、これを拒否した。その後、朝鮮は病死子の懲役が反乱を続けたが、劉氷は反乱を打ち圧し、長江の南岸を勢力圏に組み入れた。圏安六年、 女南から劉備が身を寄せてくると、劉氷はこれを受け入れた。劉氷は劉備をニーノに駐屯させ、曹操への備えとした。建安八年、曹操が慶州へ進行し、西平に駐屯した。すると、間もなく、河北では、エンタンとエンショ章が争うようになった。曹操は、エンタンと同盟を結び、エンショ章を攻撃するために撤退した。この戦いの前後に、 劉氷は劉備を白棒に派遣し、過去を圧し、浮きんの率いる軍を退けている。検案十二年、曹操が両党に遠征すると、劉備は、その留守を狙うよう進言したが、劉氷は進言を退け動かなかった。検案十三年、曹操が慶州に進行を開始。劉氷は曹操が慶州入りする直前に病死した。去年六十七、劉氷の死後、 諸子の劉僧が家徳を継いだが、衆を挙げて、曹操に降伏した。劉表の兵は曹操に吸収された後、文兵が率いることとなった。長男の劉貴は劉備に、慶州牧として擁立されたが、翌年死去した。身の丈八尺余りとされ、威厳のある風貌だったという。三国志疑書、劉兵伝名を、陳氏は袁紹と劉表を似たものと考えていたらしく、上の表を、 この二人に対して送っている。曹操や孫権の後継ぎ争いでも、諸子を後継に立てることをいさめるための悪霊として、炎章と劉氷はしばしば引き合いに出された。しかし、秘書に登場する限りで、劉氷のこの劉器、劉操兄弟は直接兵を交えて争っていないという点で、炎州一族とは異なっている。検案の初年、慶州地方に、八、九年経ったら、衰え始め、 13年目は一人も残らぬというわらべ歌が流行した。これは次のような意味である。五官の建国以来、慶州だけは平和を保ち、流氷が長官になってから住民の暮らしは裕福になっていた。それが、懸案9年になると衰えの兆しが見え始めるだろうというのである。衰えの兆しとは、流氷の妻が死に、諸将がすべて没を落としたことを言う。 13年目に一人も残らぬとは、流氷も死んで、慶州は敵の手に落ちるだろうということである。ちょうどその頃、歌謡県で一人の娘が突然、今にたくさんの死人が出るようと泣き叫んだ。花だ穏やかならぬ言葉なので、県知事は怪しげなことを言いふらすものだと、娘を捉えて極に繋いだ。ところが、一月あまり経過してから、また獄中で泣きながら、 慶州の劉長官が海曜から数百里のところで、今日お亡くなりになったと叫んだ。そこで馬を飛ばして、調べに行かせたところ、劉氷は死んでいた。知事は娘を釈放したが、娘はまた歌い出した。思いもよらぬ。李律が貴族になろうとはそれからほどなく、曹操は慶州を平定し、軍主主の李律、字は、県県を、 慶州の長官に任命したのであった。ありがとうございます。